ねえシノン、前から聞いてみたいことがあったんだけど。何？どうしたらシノンみたいに強くなれるのかな。強く？もちろん聞いたからって私がすぐに強くなれるわけじゃないのは分かってるよ。自分で努力するしかないのも分かってる。でももしよかったら教えてほしいの。不思議ね。え？私は自分が強いなんて思ってない。でも周りから見るとそう感じるのかしら。クレハ以外の人からも言われたことがあるの。シノンは強いって。そんなに変かな。シノンはスナイパーとしても有名でしょ。当然の評価だと思うけど。そうね、そういう意味では私は多少強いのかもしれない。でも私は自分が弱いことを知っているから言われてもピンとこないのよね。それってどういうこと？私はキリトやアスナたちと出会って救われたの。今だってみんなが一緒にいてくれるから戦えているのだと思う。私はもっと強くなって自分の弱さを克服したい。だから GGO に来たの。シノンがそんなことを考えてたなんて私全然知らなかった。ステータスでは強い方かもしれないけど、きっとクレハの言う強さってそれだけじゃダメよね。そうだね。あ、ごめんなさい。だから強くなる方法については私もわからないの。まだ模索しているところだから。ううん、ありがとうシノン、大事なことを教えてくれて。私から見たらクレハも十分強い人に見えるよ。でもきっとクレハはそれじゃあ満足しないのよね。お互い答えがわからない者同士、一緒に探していきましょう。そうだね。よし、到着だな。これで大丈夫。シノン、よし、任せてくれ。これで。遅い。マフィオ、やって。くれ。
目的地に到着しました。これで大丈夫。使うね。ほぼ同規模というだけあって広いわね。随分プレイヤーも来ているみたいよ。ここは非戦闘フィールドだからいいけど、一歩出たら大変そう。マップデータがあると助かるんだけどな。アーファシス、何か情報やヒントはないかい？ナビシステムに頼んでマップを出してもらいます。ただいま、ナビシステム。お母さんのところに行きたいのでマップをお願いします。それとお母さんと話をしたいから回線をつないでください。なんかエラーっぽい音も混じってるみたいだけど、レイちゃんには通じてるみたいね。ゲートの門番もこんな感じだったわ。ここからはアファシスが必須ということね。おい、ざっと調べてみたけど、どの端末も何を言ってるかわからないんだ。やっぱりレイちゃんがいないとダメみたいね。そっちは何か分かった？お母さんの様子がおかしいのです。どこか病気のような。お母さんってマザーコンピューターのことだよな。そうなのです。お母さんは早く来て、早く助けてって言っています。マップデータもくれなかったし、どこにいるかも教えてくれないのです。まあ予想はしてたけどね。自分たちで探索していくしかないか。助けてということは何か問題が起きているってこと？レイちゃん、他に何て言ってた？ですね、ナビシステムは一番早く来た子にご褒美を渡すと言ってます。それはもしかしてクエストか？しかも内容から言ってかなり大掛かりだぞ。ここって大型アップデート最後の大ダンジョンよね。マザーコンピューターに最初に到着した者に与えられるご褒美か。かなり期待できるんじゃないか。多少出遅れてはいるけれど、このメンバーなら十分挽回できるわ。マスター、とても心配です。早くお母さんに会いたいです。お母さんはきっと SBC フリューゲルの奥にいると思います。人が集まってきたぞ。ハッピーよ。
応えありだ。シノン、よし、任せてくれ。遅い。敵がいるわよ。いい感じだ。調子いいみたいね。俺たちの勝利だ。ヘイトが集まってきたぞ。調子いいみたいね。使うわ。グレネード撃つよ。やった。それじゃあ倒したぞ。大活躍だね。俺たちの勝利だ。楽勝。隙だらけよ。決めるよ。いくよ。最高です。レイちゃん、いいよ。使うね。よし。敵がいるぞ。ヘイトが集まってきた。回復をしよう。助かったわ。応援してます。上で。サポートよ。よっ。はあ。手応えある。ダウン。急いで。終わったな。しんどかった。死ぬ。ダメよ。よし、いくよ。よし、任せて。使うわ。Yeah.
当てる。エネミーを発見した。よし。さすが。ありがとう。大活躍だね。俺たちの勝利だ。シノン、よし、任せてくれ。敵がいるわよ。この辺りはややこしいフィールドだね。集団で行動するよりは部隊を分けて広く探索する方がいいだろうな。そうだ、ちょっと僕と探索に行こうか。データの収集は早ければ早いほどいい。こういった高難易度ダンジョンの攻略はまだ不慣れだったよね。せっかくの機会だし、僕がいろいろ教えてあげるよ。ついでに、ちょっとおしゃべりでもするかい？探索スキルも大事だけど、自分の耳や目だって十分役に立つ。音や気配には特に気をつけた方がいい。君と初めて会った時は僕も油断していたけど、音に注意していれば気づけることは多いんだ。人がやってくる音、風の音、エネミーやトラップの駆動音とかね。攻略を競っている連中なら自然と覚えているテクニックさ。システム外スキルとか呼ばれているね。戦闘スキルも大事だけど、こういう技術が生存の可能性を高めるのさ。まあ、今の全部嘘なんだけど。なんてね。冗談だよ。君があんまり素直に人の提案や言うことを受け入れるから。少しは疑ったり、もらった情報は確認を取った方がいいよ。って、僕が言うことでもないんだけどな。なんか、君といると調子が狂うよ。ん？ストップだ。転送ポートかな。トラップの可能性もあるが、君が先陣を切ってくれ。僕は転送後にこちらで何か起きないか確認してから行く。早速疑問を覚えるようになったのかい？でも、少し遅かったね。行ってらっしゃい。僕も追いかけるから、先で待ってて。ま、この前のじゃんけんのお返しだよ。君はきっと
と平凡で幸せな世界で生きているんだろうけど、これで多少は懲りるだろう。エネルギーを発見した。これでよし。手応えあり。よかったな、レアアイテムだ。よっ、あ、